ガラスの足とも形容されるサラブレッド。大きな故障から現役を引退する馬もいる一方で、不屈の精神で復活してきた馬も数多く存在します。そんな致命的なケアから復活した馬として印象深いこの馬をご紹介しましょう。奇跡と悲劇の二冠馬、サクラスター王。通算で7戦4勝、優れた瞬発力を持ち、皐月賞は後方から一気に差し切り優勝したサクラスター王。しかしこの皐月賞の勝利の後、両前軽靭帯炎という競走馬にとって不治の病を発症。そして故障による半年以上の休養からのぶっつけ本番となった87年の菊花賞。見事な復活劇で勝利し、皐月賞と菊花賞の2冠を達成。今でこそ珍しくないローテーションですが、当時としては異例のローテーション。この復活劇はその後の悲しい結末と合わせて競馬ファンの心に強く刻まれています。そして運命の有馬記念、奇跡の勝利をつかんで感動を呼んだ後、有馬記念では一番人気に支持されたサクラスター王。しかし4コーナーで左前足に故障を発生し競走を中止。左前軽靭帯不全断裂、第5子関節脱臼という絶望的な重傷。この後再起させるべく懸命の治療がなされましたが、奇跡を再び呼び起こすことはできず、5ヶ月後にこの世を去りました。